3回のデートで理想の彼女を作る恋愛婚活スクール LLC チャンネルということでですね、やってまいりました。じゃあですね、今日のですね内容はですね、なぜ1回目のデートで手をつながなければいけないのかっていうところなんですけど、僕のこの動画でね、1回目のデートでは必ず手をつないでくださいっていうことをね言ってるんですけども、これなぜなのってところです。ただ単に手をつなげばいいってね、質問いただいたんですけど、なんで手をつながなきゃいけないんですかって、僕もねふと思ったんですよね。まあその理由言ってなかったかなと思ったんで、ちょっと今回ね作っていきたいと思います。じゃあね、なんで手をつながなきゃいけないのかってことなんですけど、これね、パーソナルスペースって言葉を聞いたことあると思うんですけども、人と人がこうやってだいたい50センチとか60センチぐらい、これぐらいに近づくなるとこううってなってきますよね。でここやっぱり超えていかなきゃいけないんですよ、パーソナルスペース。人と人、男と女の子ね、これまっすぐこう平行線上のままだと交わらないと、これ恋愛に発展していかないんで、パーソナルスペースをまずは超えていくっていうところが一つです。まあ、会話だけでも心と心交わらってるともちろんあるんですけど、会話だけだとそのまま平行線上なんですよ。一緒ですね。例えばですけど、会話でも例で言うと異性感情入れていくとかもちろんあるんですけど、会話の中でも異性感情をどん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 入れていきながら、たわいのない話ではなくて、あなたのこと好きですよってもちろん伝えていくんです。感情でも伝えていくんですけど、これパーソナルスペース破って肉体的にも交わっていかなきゃいけないんですね。はい。でそこが一つなんです。いきなり肉体的に交わるっていうと、なんかもう急に始まってしまうのかって、そういうことではありません。つまり会話でもそれから肉体でも壁がある状況だと良くないってことなんですね。はい。でこれなぜ手をつなぐかってとこですけども、例えばですね、クラブとか満員ぎゅうぎゅう詰めの状態でみんながわーって楽しく踊っている時に、隣の人が楽しく踊ったら自分楽しく感染してしまいますよね。これ逆を言うと悲しい気持ちとか怒りとかも感染してきますので、楽しい気持ちを感染させる、つまり共感していくってことなんですね。女性は共感してほしい生き物です。だからこの楽しさを共感分かち合うっていうのが、この手をつなぐ最大の目的です。手をつなぐことによって同じ気持ちを分かち合っていきたいということです。でもその時自分が緊張ガチガチの状況で手をつないでいたら、その緊張も相手に伝わってしまうので、僕はあなたのことが好きなんですよ、大切にしていきたいんですよ、楽しませていきたいんですよっていう思いを持ちながら、愛を持ちながら手をつないでいく。そうで自分の気持ちを伝えていくんです。手から、手と手を通してですね、伝えていきます。なので楽しい気持ちをもう手から伝えていくというか、手から口説いていくだと思います。だから手と手を取り合って同じ方向に向かっていく。それがキスをするなのか、お付き合いするなのか、セックスをするのか、何でもいいです。手と手を取り合って同じ方向に向かっていく。気持ちを言葉と手を通して伝えていく。これが手をつなぐ最大の理由です。なので1回目のデートで手をつなぐっていうことがね、非常に重要になります。で、この時手をつなぐのを断られてしまったら、それはね、あなたの魅力が足りないってことはね、男磨きをしてレベルを上げていかなきゃいけないんですけども、手をつなぐ理由としては、手から口説いていく。手から自分の気持ちを伝えていく。気持ちをね、伝染させていくっていうことですね。なので必ず1回目のデートでは手をつなぎましょう。以上です。じゃあですね、この動画がためになっているという方はぜひグッドボタンを押していただいて、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。毎回有益な情報をどんどん発信していきたいと思いますので、また皆さん動画楽しみにしていただけたらと思います。それではですね、また動画でお会いしましょう。